サッカーファンの皆さん、こんばんは。ホイッスル、試合開始です。前半45分始まりました。大きくクリア。守備には定評があります。一旦下げます。スルー。ゆっくりとパスを回します。ナイス判断です。クリア。ナイスディフェンス。さあスローインです。中に放り込んでゴールラインを割りました。コーナーキックです。これは一つの山場になりそうです。ゴール前に黄色いユニフォームが集まります。ヘッドでクリア。シュートだ。うわっとゴールラインを割りました。コーナーキックです。どこを狙ってくるのでしょうか。ゴール前に黄色いユニフォームが集まります。ヘッドで流す。ゴール。ゴール。決まりました。素晴らしい。よく動きを見ていました。ジェフ市原先制のゴール。リプレイで出ています。こんな素晴らしいシュートがかつてあったでしょうか。細かくつないで、おーっとシュート。ヘッドで流す。シュート。素晴らしいテクニックです。名古屋グランパス1点、ジェフ市原1点。試合は競った展開を繰り広げています。ジェフ市原、何かきっかけをつかみたい。もう一度ご覧ください。そして後ろに戻してパスをつないでいきます。速いパス回し、細かくつなぎます。速い展開です。クリア。攻めきれませんでした。スルー。短いボール、ゆっくりとパスを回します。細かくつないで強引に切れ込む。激しいプレーでした。シュートだ。キーパー当たりが弱い。強引にいった。後ろへパスをつないでいきます。前線へフィード、狙った。ゴールラインを割りました。ゴールキック。細かくつなぎます。短いボール、ゆっくりとパスを回します。細かくつないで前に送って、クリア。フィニッシュの形まで持っていけない。一旦戻します。ここで前半終了の合図。両チームここまでは全くの互角です。ホイッスルが鳴りました。後半45分始まりました。両チームともここまで互角の展開です。名古屋グランパス、カウンター狙いでしょうか。そしてパスをつないでいきます。おっ、5分経過。大きくクリア。守備には定評があります。これは危ない、危険すぎる。今のはレッドでもおかしくないでしょう。ジェフ市原
フリーキックです。慎重にボールを置きました。ゴールラインを割りました。コーナーキックです。さあこのセットプレーを大事にしたい。ゴール前に黄色いユニフォームが集まります。ゴールラインを割りました。ゴールキック。サポートが遅いですね。スルークリア。ナイスディフェンス。速いパス回し。パスカット。ジェフ市原、左サイドを意識しています。ここからが見ものです。大きくクリア。ここは回り込んでいます。後ろに戻します。途中でカット。細かくつなぎます。執念を見せます。シュート。ファインセーブだ。短いボール、ゆっくりとパスを回します。ドリブル。当たりが弱い。いい形に持ち込んだ。どうにも攻めきれません。ヘッドで流す。後半残りわずか。さあ時間もなくなってきました。細かくつないで、そしてパスをつないでいきます。速いパス回し。細かくつなぎます。短いボール、ここからどう持っていくのでしょうか。ゴールラインを割りました。ゴールキックです。ゆっくりとパスを回します。クリア。攻めきれませんでした。ここで後半終了の合図。両チーム譲らず延長戦に突入します。ホイッスル、試合開始です。一瞬のミスが命取りになりかねません。勝利の女神はどちらに微笑むのでしょう。延長前半15分、始まりました。名古屋グランパス、選手交代のようです。福田アップしています。誰と変わるんでしょうか。クリア。フィニッシュの形まで持っていけない。クリア。守備には定評があります。そしてして倒してしまいました。またもイエローカード。フェアプレーを徹底してほしいです。ジェフ市原、得点の糸口にしたい。ヘッドで流す。ふわりと浮かせる。ファールです。ジェフ市原、フリーキックです。速いパス回し。細かくつなぎます。うまい。大きくクリア。ナイスディフェンス。ここで延長前半終了。両チーム全く譲りません。キックオフのホイッスルが鳴りました。両チームここで決めてしまいたいところです。お互い全てをぶつけてほしい。延長後半15分、始まりました。短いボール、後ろに戻して細かくつないで、そして後ろへパスをつないでいきます。サポートが遅いですね。時間がない。速いパス回し。
守りが甘い。すごいです。大きくクリア。ここは回り込んでいます。細かくつなぎます。短いボール、ドリブル突破、いいパスだ。完全に後ろからです。これは危ない。これはレッドカードだ。ジェフ市原、1人少ない状態での戦いになります。名古屋グランパス、フリーキックです。直接狙っていくか。さあ名古屋グランパス、チャンスです。イエローが出されましたか。クリーンなプレーを期待します。名古屋グランパス、得点の糸口にしたい。高さがあります。積極的なディフェンス。おーっとシュート、キーパークリア。攻めきれませんでした。ここで延長後半終了。両チーム全くの互角、 PK 戦。挑戦で決着がつきません。 PK 戦に入ります。勝敗の行方が全く分かりません。名古屋グランパス、1人目のキッカーはストイコビッチ。ナイスキック、これはパワフルでした。ジェフ市原、1人目のキッカーは中西。よく見ていました。狙いすましたシュートでした。まだまだ分からない。名古屋グランパス、2人目のキッカーは浅野。華麗に決めました。狙いすましたシュートでした。いい感じです。ジェフ市原、2人目のキッカーは武田。ナイスキック、目の覚めるようなシュート。名古屋グランパス、3人目のキッカーはフリラ。よく入りました。目の覚めるようなシュート。ジェフ市原、3人目のキッカーはマスロマル。判断です。名古屋グランパス、4人目のキッカーは望月。さすがの一言です。これはパワフルでした。絶好調です。ジェフ市原、4人目のキッカーは広山。ナイス判断です。満足できる内容だったのではないでしょうか。そろそろお別れの時間がやってまいりました。また皆さんとお会いできることを楽しみにしています。今日の感動の余韻に浸りながらお別れさせていただきます。実況は私真鍋優でお送りいたしました。